皆さんは銀行と信用金庫の違いをご存知でしょうか。銀行は株式会社であり、株主の利益が優先され、大企業をはじめ日本全国の企業個人との取引が可能な金融機関です。信用金庫は地域を限定して地元の人の事業や生活を支えるということを目的とした金融機関であり、地域社会の発展のためにどんな時も必要とされる存在であり続けるという使命を持っています。奈良中央信用金庫の職員一人一人もお客様と真摯に向き合い、そして共に地元の発展を目指しています。なぜなら地元の皆様の発展こそが奈良中央信用金庫の存在意義だからです。資金面や人材面などで地元中小企業にとって本当に厳しい状況が続く今こそ、信用金庫は地元のお客様の事業を深く理解しサポートできる人を育てていく必要があります。奈良中央信用金庫では若手職員を重要な人材として捉え、安心して働ける環境づくりを心がけています。その結果、現在の職員の定着率は 90% 以上。これは業界全体の平均より格段に高い数字です。金融機関の健全性を表す自己資本比率も高水準を保ち、奈良県下でナンバーワンとなっています。常に地元の皆様と共に地元の発展に貢献する、この経営理念のもと、これからも奈良中央信用金庫は地域に寄り添い信用を積み重ねてまいります。